こんにちは。食欲コントロールダイエット協会代表理事の富永です。このチャンネルでは、ダイエットに関する有益な情報を定期的に配信していますので、よければチャンネル登録お願いします。また、ダイエットに関する無料のメールマガジンをほぼ毎日配信しています。こちらも読んでいただけると、ダイエットに関する知識がより深まりますので、ぜひ登録してみてください。メルマガに関しては、概要欄に詳細のリンクを貼っていますので、チェックしてみてください。今回は、糖質制限をやると、どれぐらいで痩せてくるのかというところで、糖質制限ダイエットで痩せてくるまでの期間について話をしていきたいと思います。具体的な内容としてまずはじめに糖質制限で痩せるメカニズムについてお伝えします。その上でそのメカニズムを踏まえて、じゃあどれぐらいで体重が減ってくるのかっていうことについて解説します。今回の動画を見ることによって、糖質制限で痩せるメカニズムが理解できるだけでなく、実際どれぐらい続けていればどういう風なメカニズムによって体重が落ちてくるのかっていうことまで分かるようになります。もし今あなたがすでに糖質制限を始めている、もしくはこれから糖質制限をやろうと思っているっていうのであれば、必ず今回の動画を最後まで見るようにしてください。では早速内容の方に入っていきます。まずはじめに、糖質制限をすると痩せるメカニズムっていうところなんですけど、まあ今は糖質制限めちゃくちゃ流行ってますよね。で、ダイエット目的に糖質制限をしてる人って多いと思うんですよ。で、実際ですね、糖質制限をして体重が減った人っていうのはかなりいます。じゃあ、糖質制限をするとなぜ痩せるかっていうところなんですけど、糖質制限で痩せるメカニズムっていうのは主に3つあります。まず、1つ目が脱水です。脱水って何かっていうと、体の中から水分が抜けて痩せる状態ですよね。で、糖質制限をするとなぜ脱水が起こるかっていうと、体にはですね、余ったエネルギーが脂肪として蓄積されていると同じように、余った糖分がグリコーゲンという形で蓄積されているんですね。いわゆる体に蓄積された糖分のエネルギー源です。で、このグリコーゲンっていうのは実は水分を一緒に抱きかかえています。その水分とグリコーゲンを合わせると重さが2から3キロあるわけですね。このグリコーゲンっていうのは食事から取った糖分によって作られているわけです。糖質制限をすると食事からの糖分がなくなってきて、蓄積されているそのグリコーゲンっていうのが使われてしまうわけですね。で、しかも食事からまた入ってこないんで、グリコーゲンっていうのはなくなった状態のままです。なので、元々水分を抱え込んで 2,3 キロあるグリコーゲンが糖質制限をすることによってなくなると、それによって体重が落ちるわけです。グリコーゲンと水分で2から3キロ落ちるっていうのがこの脱水の意味になります。そして2つ目がカロリー制限です。で、糖質制限をするとどうしてもですね、主食を全部抜いたりして他のおかずをたくさん食べていいですよって言われるんですけど、結局ですね、トータルカロリーって下がる人が多いんですよ。もちろんですね、これまでダイエットしててめちゃくちゃ我慢してた人はですね、あ、糖質さえ食べなければ太らないんだって思ってたくさん食べすぎてカロリーオーバーになってしまう人が多いんですけど、けどそうじゃなくて、これまでダイエットも何も考えずに普通に食べ過ぎてた人が主食を抜くとトータルカロリーって落ちるんですね。で、しかも糖質制限をすると体の中で血糖値を維持しようとする糖新性っていう反応が起こります。で、この糖新性っていう反応はですね、実はカロリーを消費する活動になるんですね。で、糖分を取らない代わりに体の中で血糖値を維持するために肝臓が頑張って働いてくれてるわけです。で、その肝臓が頑張って働くことによってカロリーが消費されてるんですね。なので、食べる量も減るし、糖新性による消費カロリーも増えるので、アンダーカロリーになって痩せるわけです。なので、逆に言ってしまえば、さっき言ったようにダイエットをしていた人が糖質さえ抑えればいいと思って反動で食べ過ぎてしまう場合っていうのは、カロリー制限によるダイエット効果っていうのは得られないわけです。そして最後がインスリンの低下によるダイエット効果です。で、インスリンって何かっていうと、血糖値が上がった時に血糖値を下げる働きがあるホルモンなんですね。で、このインスリンっていうのは血糖値を下げる働きだけでなくて、脂肪の蓄積を促す作用があります。糖質制限をすると血糖値が上がらなくなるので、体の中で作られるインスリンの量っていうのが減るわけです。そうなるとインスリンの脂肪蓄積の働きが下がるので、それで痩せやすくなるということです。これはさっき言ったカロリー制限の効果を高めるようなイメージでいてください。なので、正直カロリー制限になってない人がインスリンがいくら下がっても体重は基本的には減らないです。とにかくこのようにですね、糖質制限をすると脱水とカロリー制限とインスリンの低下、この3つによって体重が落ちてきます。じゃあ実際糖質制限をし始めてどれぐらい体重が落ちるのかっていうところなんですけど、糖質制限をやり始めて体重が落ちるフェーズっていうのは実は2つあります。まず1つ目が1週間以内です。で、これは何かっていうと、糖質制限を始めてグリコーゲンがなくなると最初に 2,3 キロ落ちるわけです。で、これはですね、実際糖質制限を始めて1週間以内に起こる反応です。これまでしっかり糖質を食べてた人ががっつり糖質制限やると1週間以内に体重がスッと落ちます。これは脂肪が落ちたとかそういうものではなくて、さっき言ったようなグリコーゲンがなくなることによって落ちる効果です。まあ、これはですね、正直痩せたとかじゃなくてただの脱水なので、体重が減ったって考えてもらうといいかなと思います。ただとにかくこういう風に糖質制限をやるとかなり短期間で体重は落ちます。そして2つ目のフェーズっていうのが1ヶ月から数ヶ月です。で、これは何かっていうと、最初の1週間以内に脱水によって 2,3 キロ落ちますよね。で、そこからカロリー制限とか、あとはインスリンの分泌低下っていうのが起こってくると、それがどんどん蓄積されて脂肪が落ちてくるわけです。なので、最初は脱水でバッて落ちて、そこから先は一般的なダイエットと同じようにアンダーカロリーとインスリンの低下によって脂肪が燃焼されていくわけです。で、それはですね、糖質制限の中では1週間から
から10日ぐらい経ったらその作用が起こってくるって言われてるんですけど、どっちにしてもカロリーって7200キロカロリーのマイナスにならないと体重は1キロ落ちないので、目に見える効果っていうのはやっぱり1ヶ月とか2ヶ月とか3ヶ月とか、まあそんぐらいの長い範囲で見ていかないと脂肪が燃焼される効果っていうのは起こらないわけですね。なのでこのようにですね、短期的に起こる体重の変化と長期的に起こる体重の変化、この2つを知っておかないといけないわけです。じゃあ最後にこの糖質制限はやった方がいいのかっていうところなんですけど、個人的にはですね、あんまりいらないと思ってます。まず脱水による効果って体にいいか悪いかって言われると、正直あんまり良くはないですよね。グリコーゲンってのは体に必要なもんですし、水分が抜けて体重が落ちたからって別に脂肪が減ってるわけじゃないので、嬉しくもなんともないですよね。なのでここは正直全くいらない。じゃあその後に起こるカロリー制限とかインスリンの低下っていうのは糖質制限しないとできないのかっていうと、そういうことはないわけです。はっきり言って私がダイエットをしてて見て思うのは、アンダーカロリーを作るときは糖質制限をするよりも脂質を減らしていった方が間違いなくいいです。しかもインスリンに関しても血糖値が大きく乱高下しない限りはそんなに問題になるぐらいインスリン出るとは思えないんですよね。もちろんですね、2型糖尿病とか血糖値のコントロールが悪かったりとか、インスリンの働き効きが悪かったりする人っていうのは少し糖質制限をするっていうこともいいとは思うんですけど、まあ一般的なダイエットで糖質制限をわざわざしてインスリンの分泌を下げるっていう必要は正直ないんじゃないかなというふうに思ってます。で、私はですね、実際糖質制限をせずにダイエットの指導をしていて、みんな普通に痩せてますので、実際ですね、糖質制限は必須ではないというふうに考えてください。で、糖質制限というのはですね、実はデメリットもあるわけですね。で、そのデメリットに関してはですね、詳しく説明した動画のリンクを概要欄に貼っておきますので、ぜひチェックしてみてください。このように糖質制限というのは、まあダイエットにとって必要か必要じゃないかって言われると必要じゃないと思ってます。で、ただですね、メカニズムとして短期的な減量の効果と長期的な減量の効果があるっていうことを理解しておいて、もしやるのであればここまでちゃんと知った上で実践してもらえるといいんじゃないかなというふうに思います。はい、今回の内容は以上になります。今回の動画が役に立つと思ったら、ぜひいいねボタンをお願いします。また動画の中で分かりにくかった点や納得いかない点があればコメントいただけると嬉しいです。 YouTube 以外にもダイエットに関するメルマガ、腸活に関するメルマガ、2つのメルマガをほぼ毎日配信しています。こちらも読んでいただけるとダイエットに関する知識がより深まりますので、ぜひ登録してみてください。また Twitter やインスタ、ブログなどの SNS でもほぼ毎日情報発信していますので、こちらもフォローお願いします。メルマガや SNS の情報に関しては概要欄に詳細のリンクを貼っていますので、チェックしてみてください。ではまた。